地獄草始団々超え地獄に描かれる、バトーラ説ゴズバトーとは、仏教において地獄にいるとされる猛者たちを責め際なむ、極卒で、牛の頭に体は、人身の姿をしたゴズと、馬の頭に体は、人身の姿をしたバトーを言う。ゴズバトーは、漢訳語であり、元のサンスクリット名は、ゴズは、ゴザーザ、バトーはオスバーシャーサである。ゴズバトという呼び方からわかるように、 五頭と馬頭はセットで語られることが多い。仏教の経典では、大仏朝修行言行第八十王行などにその後の使用例が確認でき、五頭期馬頭期、五ズ極卒馬頭羅刀説とも表記される。中国では、五頭マズラとも呼ばれており、地獄の様子を描写した民間の書籍や編文では、こちらも広く使われている。 仏教の思想に基づく地獄の国卒は、陸朝以後の中国の小説類にも参見される。日本でも、地獄の登場する説話や、地獄の様子を描いた、六道輪廻図、六道道、十王図、地獄造紙などの絵画にその姿が決まって描かれても、おり、馴染みも多い。五図、馬刀の他にも、鹿、虎、獅子、イノシシといった動物の頭を持つ仲間も存在する。 ゴズ人心の鬼、地獄で亡者を責めさえなむ極卒の一つ。極小苦行では地獄にいる、ゴーズ、人手両足牛ひずめの極卒を、阿房と言うとある。日本では、根弱物語集、太平記など多くの文献に登場する。極卒としてではなく、牛の頭をした鬼として登場するものは、牛鬼と呼ばれており、人間の敵として登場し、退治されるという説話が多い。 牛の頭という意味では、このような姿をとっている存在は、ミノタウロス、ゴズ天皇、モロクなど、世界中の伝説に参見される。現在ここで挙げられている例はどちらも、極卒としてのゴズキではない。馬頭人神の鬼、地獄でも王者を責めさなむ極卒の一つ、ゴズとセットで語られることが多い。極卒としての描写が多いが、百鬼夜行の一員としても登場している。 ありがとうございます。